チートレート外したらどうですか。ちょっと安全飛行すぎる。え、待って、カブトさんだ、やば。いやいや、ちょっと知らない人の方が多そうですけど。バイヤー高橋さんのチャンネルでよく出てる人。はい、そうです。初めてのさ、出演が車の中でどうなんですか。かなりギリギリ、さっき後ろめちゃくちゃ片付けて、ホヤで隠そう、ホヤで隠そうって言って。ホヤで。良さそう、良さそう。いや、そう、なんで今車にいるのっていう話ですよね。本当はバイヤー高橋も一緒に行こうと思ってたんですよね、うん、そう、本当はホヤ、カブトさんが宮城に、そう、遊びに来てて、ホヤ食べ行こうよってなったら、なぜかこうなった。一旦車で時間でも潰しててよ。自由だな。オープニングでも撮っててさーって言われたから。言われた、似てる。こうするしかなくて。似てる似てる。そうなんだよね。でもホヤを、うん、あの初めて食べたいみたいな話を去年ぐらいにして、うんうんうん、でそれから今までちゃんと我慢してて、素晴らしい。でその結果知識もあんま入れないようにしてるから、あんま分かんないですよ。それこそホヤ100チャンネルで見た知識しか。ああ、なるほどなるほど。ちなみにじゃあ前情報として、はい、その海鮮系はどうですか。はいはい、好きです。お、ウニもいける。ウニも好き。あとなんだ、貝系も好き。あ、え、マジで全部好きですよ。だから楽しみ。ゴミがどうのって100万回言ってるのは聞いたことある。親は唯一ゴミが、はいはいはい、ゴミを感じられる、あの甘み、塩味、酸味、苦味、旨味、はい、を感じられる食材なんですよ。へえ。ねえ、聞いといて興味ないじゃん。聞いたから動画で見てたので。あ、ちょっと思ったより大きくて。ああ、言ってましたね、会った瞬間も、うん、びっくりして。サイズ感の話。確かに、わあ、大きいって言った。はい、言ってた言ってた。何しようね。ほや。まぼや。聞こえました。ねえ、いちいち私の声にびっくりしすぎじゃない？声でかいですよ。なんで？もう食べちゃおう。はい、食べちゃう。ということで、こんな感じでいっぱい。すごい。ほやめにあるんですけど、はい、これどうしよう。なんかいつもほや100だと、なんかレベルでやってるんですけど、はいはいはい、もう生いっちゃいますか？じゃあ、店長、うん、カツホヤ差しください。カツホヤ、はい、カツ出張です。おー、なん、好きな食べ物は何ですか。好きなの、アヒージョとか出ます。お、アヒージョある。はい、もう見て言いました。あ、ちなみに、あ、そう、飲み物なんか。じゃあウーロン茶、ウーロン茶します。じゃあウーロン茶とオレンジジュースください。本当にオレンジ好きですね。え、それは本当に好きだから飲んでるんですか。なんで本当に。オレンジだからってこと。どっちも好きだから、オレンジジュースも好きだし、色も好きっていう。だって食べ物、見た目も大事じゃん、はいはい、見た目が美味しそうな方がさ、色のバランスね。そうそう、だからそう、ホヤ色だからより美味しそうっていう。やるじゃん。はい、どうぞ。はい、ちょっと、はい、オレンジジュースで。ありがとう、ホヤいます。ホヤい。なんでもいいんだ、ホヤいって。ホヤにだけ使える言葉かと思ってた。いやいや、もう全食べ物で使えますから。ホヤ来ました。初見さんのホヤです。うわぁ、4年子です。うわぁ、ちょっとさっき届いたの。はい、どうぞ。新鮮ホヤホヤ。美味しそう。美味しそうって思いますよ、でも。思う。うわぁ、うわ、見て、ホヤにピントが合ってる。人だと思われてる。いいですか。はい、いただきます。どうだ、メガネが落ちた。ほやい。ねえ、ほやいで。恥ずかしそうに言わないでよ。ほやい。なんか思ったより複雑な味がしました。どういうこと。美味しい、美味しいです。めっちゃ美味しくて、うん、なんか俺が好きなあるじゃないですか。ゴミどうの。あ、はいはい、旨味、酸味、塩味、苦味。好き好き好き。感じた。はい、感じた。おお。美味しいですよ。あ、よかった。好きです好きです。やったー。じゃあ私もついていきます、はい。うわ、これは、うん、ほやい。食べるまでもなくほやい。あ、そう。ほや。え、左利きですか。あ、そうなんですよ。え、今気づいた。あれ、左利きですか。右利きです。あんまびっくりしないですよ。自分も左利きの時はそれぐらいびっくりしていいですけど。じゃあ、どうぞ、醤油つけて。マジで、すいません、美味しい、美味しい、美味しい、言うだけで。いや、それが一番嬉しいよ。ほやい。ね、その、私手つけてないから別に。何この。手
勢つけないとちょっとやってらんない何それ勢いつけないと出ないですよ、ホヤボケみたいにやんないでよ美味しい美味しい、でも美味しいです。いや嬉しい。だってもう口の中がさ、1個食べただけなんですごいホヤのこの味が、ね、店長、はい、初ホヤ、美味しいそうです。美味しいです。じゃあもうこれでもう、もうだって生いけたから、まあ生いけたらもう大丈夫。やったでもまだ、ね、他のね、他のところで食べたらもう、いやそう、そうだからほんとまぶやさんのこの新鮮なやつだからいやそれはマジです。うん、いいってのもある。ほやじゃあこれ、ビシソワーズほやの、まあ、冷製スープですね、はい、これもほやなんですか。これもほやが、あ、そうなんだ。入ってる、カレー、卵、ほやヒージョ。うん、まあすごいちゃんとしてる飲みたすぎて飲みたすぎて一個も価格気にせず、めっちゃ一緒にやろう、はいはいはい、じゃ見てください、ね、ホヤがね、溶けてるわけですよ、この中に。うわぁ、もうとろとろ。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、うん、出る出る出そう出そう、出るぞ出るぞ。あ、ホヤわせ知らんやつ出てる本当にいい時のやつですもう本当ホヤいの上回る最上級です、美味しいです。うわ、うん、ホヤホヤホヤ卵、すごい。フライトがある。近くで見せた。あ、全然ピントえ、ちょっとできますできますよ。あ、すごい。あ、待って、全然ピント合わないよ。え、違う違う、待って、あ、ダメだ。で、これはココ卵で、これはそう、ゆで卵をホヤで包んだものです。ホヤってこんでかいんですか。サイズ感わかんないです。これはわかりますよ。うん、え、だからこれだよ、だからその、これが殻だから、はい、この、あ、これこのあ、あ、すごい、わかりやすい。これこのライト、手より大きい。え、で、これを剥くと、そう、中に、これを剥くと、中にこれが入ってるっていう。え、すごい。ピント合わせます。見てて。いけ。もういいです。いただきます。はい。あ、お客さんいたんだっち。なんか一緒にやりたいですね。え、適当に喋ったんですか。あんま仲良くない人とお別れするときに言うセリフ、それに決めてますか。いや、結構私、行けたら行くは行くタイプの人だから、本当に行くし、てか、なんか思ったことしか言わないから、はい、俺逆なんで、めちゃくちゃ今、あ、終わったと思いました あ、なるほどね、はい、逆、え、じゃあ何、社交辞令とかめっちゃ言うタイプ。もう2年とかその、うん、じゃあまあ、なんか面白いことやりましょうやって言って解散しますはい、私もそれで解散したらもう次の日LINEするタイプ。ああ、いや、いいですね。じゃあいいです。どうしますかみたいな待って、あれ待って、いつ最初ゲーム配信そう、あれ意味わかんないけどなんか謎のね、ゲーム配信で、だってバイヤーさんとも初めてね。ちょっとあの、ほんと初め、今日がちゃんと話すのが初めましてで、高橋さんと私が、赤ぶとさんもだけど、でも実際話したら、うん、ほら、ガチだから。ガチって何よ。ガチで楽しい方なんで。ああ、よかったよかった、はい、そっちの、よかったよかった。ほや、ほや、ありがとう。はい、うわっ、はい、セタシ、ちょっとこれは見せたいんじゃない。ピント合わせてほしい、なんとか。いきます。あ、いい匂いする。あ、合ってる、ほら。あ、合ってる。うわ、美味しそう。うわ、いいじゃん、見て。うわ、美味しそう。ホヤ乗せてとか。あ、美味しそう、はい、え、めっちゃいい、いいですね、盛り上がってきましたお、なんかすごい今までで一番テンション上がってるアヒージョ好きなほら、いただきます。一口でいった、おやいねえ、なんかさ、これした後に恥ずかしがらないでよということでいったキリがないのでさよなら